はい、それではですね、放物線と平行な二直線ということで、まあ放物線があって平行な二直線があると。でその時にですね、ある性質があるんですね。でこれね、知っててもし入試で出たらもうかなり儲けもの。そんな公式をねちょっと紹介します。状況的にはね、放物線 y イコール x 二乗があって、2つの直線 l と m が平行であると。でその時にぶつかったところの x 座標を p、q、rs とします。でその時ね、 p と q と r と s にはどんな関係式が成り立つかっていうと、この放物線上にぶつかったここの x 座標 p と q と、放物線上の直線 m とぶつかった x 座標 r と s、これを足したものが等しいっていう性質がある。p たす q イコール r たす s。これはね、かなりね、使えます。そしてもし入試でこういう図形が出てきたらですね、もう他の人とね、差をつけることができます。ぜひ覚えましょう。なんでこれが成り立つか、後で説明します。とりあえず、使い方をちょっとまず説明していきます。例えば、このような図において y イコール x 乗があって、直線 AD と直線 BC があって、 AD と BC が平行であると。でその時にぶつかった x 座標が A の x 座標がマイナス2、 D の x 座標が3、 B の x 座標がマイナス1、 C の x 座標が分かりませんと。でこの分からない、この C の x 座標はいくつですかと、そういう問題があった時にこれを使うことによって一瞬で解けます。どのように使うかって、もうその通りなんです、そのままなんだけども、まあ、C の x 座標分かんないので、例えばちょっと P と置きましょうかね。ここ P と置きます。そうすると、A と D の x 座標を足したものマイナス2と3だよね。マイナス2と3を足したものと、 B と C の x 座標を足したものマイナス1と P 足したもの、これが等しいよって式が成り立つんだよ。そうすると、これも P イコールすぐ出るよね。これ P マイナス1移行したら、プラス1で、4引く2で2って出るね。ここ2って出ますね。確かに、マイナス2たす3、1だね。マイナス1たす2、1だね。等しいね。X 座標を足したものが等しい。ね。簡単でしょ？もうちょっと応用するとですね、三角形 ABC と三角形 ABD の、この2つの三角形の面積が等しいとき、その時に、ここの A の X 座標は何ですかと、まあ、C と D と B の X 座標が出てます。その時にこの A の X 座標は何ですかっていう問題です。でまずこの表現 ABC と ADD の面積が等しい。こっからまず何が言えるか、2つの三角形の面積が等しいってことは、今これ AB っていう底辺が共通なんだから、まあ高さが等しくなるよね。AB を底辺とした時のそれぞれの高さで、高さが等しいってどういうことか、 C と D 引っ張ったら高さが等しいんだから AB と CD って平行でしょ。こっから何が言えるか、 AB と CD が平行って言えるんですよ。平行っていうことはまさしくまたこれ使えるでしょ。ここの X 座標を足したものが等しい。今 A の X 座標分かんないから、まあ今度は T と置きましょうか。 T と置いたらT と5を足したもの、A と B の X 座標を足したものは、C と D の X 座標を足したものと等しい。つまり、T たす5イコールマイナス1たす3。ということで、これ解いてあげると、2で5を移行したら2引く5でマイナス3って出るよね。だからここマイナス3ってすぐ出るわけ。答えマイナス3。ね、答え2と。あっという間でしょ？いい？シューンって解けちゃいますので、ぜひマスターしましょう。で、なんでこの公式が成り立つか説明していきます。はい、それではね、なんでこの P たす Q イコール R たす S が成り立つかっていう説明をしていきます。これをですね、説明する前に一つちょっと知っておいてほしい公式があるんですが、放物線 y イコール x 乗があって直線があって、a の x 座標を p、 b の x 座標を q としたときに、この ab の傾き、これがですね、
A かっこ P たす Q になるってこと。これはね、これはこれで知っといてほしい公式です。まずこれが何で成り立つかっていう説明をちょっとしていきますが、まず A の座標は X 座標が P だから X に P 代入して Y 座標は AP 二乗になるよね。また点 B の X 座標が Q だから X に Q 代入すると Y 座標は AQ 二乗と出るわけだ。そうするとこの直線 AB の傾きなんだけど、傾きってどうやって求めるんだっけ。そう、X の増加量分の Y の増加量と言われるもの、 X の増加量分の Y の増加量、つまり X の増加量っていうのは P から Q まで増えたならば X の増加量って Q-P だよね。 Y の増加量は AP2 乗から AQ2 乗に増えたならば、大きい方から上から下引いて AQ2 乗引く AP2 乗。そうすると X の増加量分の Y の増加量で出るんだから AB の傾きっていうのは Q-P 分の AQ2 乗引く AP2 乗で出るね。 X の増加量が Q-P、 Y の増加量が AQ2 乗引く AP2 乗で、これをねちょっと因数分解するんだ。文章 AQ2 乗引く AP2 乗って A でくくればカッコ Q2 乗引く P2 乗になるよね。でさらに Q2 乗引く P2 乗、2乗引く2乗だから因数分解して Q 足す P、 Q 引く P になるわけだよ。そうするとさ、ここ Q 引く P でここ Q 引く P でしょ、約分できるよね。ってことは A カッコ P 足す Q になりますね。つまりこれ直線 AB の傾きね、ここの X 座標が PQ だったら、Y これ X を A を使うと A カッコ P たす Q で傾きが出ます。でこれを使ってこれ証明します。今 L と M が平行なんだから、まあ、関数の問題でもう平行出てきたらやること決まってんだよ。傾き等しいんだよ。 L の傾きと M の傾きが等しいわけ。関数で平行出てきたら傾き等しい、ね、基本です。そしたら、今言った公式をここで使います。直線 AB のこの直線 L ですが X 座標が、ね、P と Q でぶつかってるわけだから、この直線 L の傾きは A かっこ P たす Q だね。今やったばっか、ね、あ傾きの Q が書くの忘れた。傾きはA カッコ P プラス Q で、 M の傾きも同じようにやります。 A カッコぶつかったところね、 R たす S だね。そうすると両方とも A くっついてるでしょ。 A で割ればいいじゃん、ピッピと割って。そしたら P たす Q イコール R たす S という式が成り立つよね。だからここのね、X 座標ぶつかった同士、P と Q 足したものと R と S 足したものが等しいということが証明できたわけで、まあ、先ほどね、問題解いたけども、もし記述で出てきたらやっぱねこういうことちょっと変えといた方がいいですね。で記述で出てきたら、傾き等しいからで、この公式はもう普通に使っちゃっていいから、ね、A カッコ P たす Q を普通に使っちゃっていいので、この式ぐらい変えた方がいいかなと思いますけどね。ただね、記述がない問題だったら、まあ、さっき言ったようにも P たす Q イコール R たす S 積極的に使っちゃっていいですからね。これ使って ね他のライバルに、ね、ぜひ差をつけましょう。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。